12世紀のイタリア。赤太船内が新生ローマ帝国内ので示された都市が1167年時点でのロンバルディア同盟加盟都市。都市名に赤河川が引かれているのは1177年時点の加盟都市を示す。ロンバルディア同盟は1167年に結成された北イタリアロンバルディア地方を中心とする都市同盟。 北イタリアの支配を図った新生ローマ帝国皇帝、フリードリヒ一世に対抗し、ローマ教皇の支援を受けて結成され、教皇派と皇帝派の構想における、教皇派の中心となった。加盟都市は、ミラノ、クレモナ、ボローニャなどであるが、時期によって変動がある。軍事同盟として発足したが、後には、経済同盟の性格も持つようになった。1226年、 フリードリヒ一世の孫にあたるフリードリヒ二世が北、イタリアに侵攻した際に再度結成される。1250年にフリードリヒ二世が死去すると同盟も消滅した。ミラノのロマーナ門に刻まれたレリーフ。1162年に皇帝フリードリヒ一世によって破壊されたミラノ市に、1167年同盟の旗を持った騎手が再入場する場面を描いている。 方園主タウフェン朝の神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世は、イタリア政策に意を注いだ皇帝であった。1154年、最初のイタリア遠征を行い、1155年に、ローマ教皇ハドリアヌス四世から帝冠を、授けられたが、イタリアの支配をめぐって、教皇と対立するようになり、1158年以来4度に、渡るイタリア遠征を繰り返した。1158年、 フリードリヒ一世は、ピアチェンツァ郊外のロンカリアで開催した帝国議会において、北、イタリアを直接支配のもとに置くことを宣言。各都市が置いたポデスタを廃して、自らの代官に置き換えようとした。これに対して1164年、ベローナ、パドバ、ビチェンツァ、ベネツィア共和国は、ベローナ同盟を結成した。ロンバルニア同盟は、ベローナ同盟を受け継ぐ形で、 ローマ教皇アレクサンデル三世の講演を受けて結成された。教皇はイタリアにおける皇帝の勢力が交代することを望んでいた。ポンティーダ修道院1167年12月1日、ポンティーダにあるポンティーダ修道院において、ポンティーダの制約が行われ、ロンバルディア同盟が結成された。この時参加した都市は、ベローナ同盟加盟都市のほかクレーマ、クレモナ、マントバ、 ピアチェンツァ、ベルガモ、ブレシア、ミラノ、ジェノバ、ボローニャ、モデナ、レッジオエミリア、トレビーゾ、ベルチェリ、ローディ、パルマ、フェラーラである。同盟には、オビッツォ・マラスピナ公爵や、トレビーゾ編教博エッチェリーの三世イ・ダルマーノなどの諸公も参加した。同盟は、神聖ローマ帝国からの分離独立を求めたわけではないが、皇帝の権力に対して公然と挑戦した。 フリードリヒ一世は、これらの都市、特にミラノに対抗しようと努めた。1176年5月29日、ロンバルディア同盟は、レニャーノの戦いで、フリードリヒ一世の軍勢を打ち破った。1177年、ベネツィア条約が結ばれ、1178年8月から1183年まで6年間の、停戦が成立した。1183年に結ばれた、 コンスタンツの和議で、イタリアの諸都市は皇帝に忠誠を誓う一方、皇帝に都市の自治を認めさせた。この時期、ミラノは皇帝に支援され、同盟の中で特別な地位を占めるようになった。このことは同盟の他の都市、特にクレモナとの衝突を引き起こした。1197年、フリードリヒ一世の息子である皇帝ハインリヒ六世が死去。 ハインリヒ6世の幼少の維持であるフリードリヒ2世とベルフ家の夫4世との間で定位をめぐる争いが続いた。同盟はその後数回更新され、同盟は再びその名を挙げた。フリードリヒ2世は1215年にローマ王として退官、1220年にローマ皇帝として退官した。パルマの戦いを描いた中世の挿絵、パルマの騎士が 皇帝本営を襲撃する様子を描く。1226年、フリードリヒ2世は第6回十字軍に備えてイタリア諸侯を招集すべくイタリアに出兵した。ロンバルディア同盟は再びこれに対抗した。イタリアにおいてより大きな権力を得ようとする試みを妨げられたフリードリヒ2世はロンバルディア同盟に対し帝国アハト系を宣告した。フリードリヒ二世は リチェンツァを奪還し、1237年のコルテノー場の戦いで勝利を収めて、戦略家としての名声を高めた。しかしながら、ミラノからの和平提案を退け、ミラノの無条件降伏に固執したことは、フリードリヒ2世の判断の誤りであった。ミラノは、他のご都市と連合して、徹底抗戦を続け、結局1238年10月、フリードリヒ2世は、 ブレシアの包囲を解いて撤退しなければならなかった。その後もロンバルディア同盟は、教皇グレゴリウス九世の指示を得て、フリードリヒ2世と対抗した。1248年のパルマの戦いにおいて、同盟側は皇帝の本営を襲撃、略奪し、続く戦いで皇帝軍を敗走させた。1250年にフリードリヒ2世が死去。その後、 神聖ローマ帝国がイタリアに影響を及ぼすことは少なくなっていく。ありがとうございます。